うわ、ゴードンさん。もうあなたが出てきたんですか。私はまだ説明を終えてないのですが。いや、主人公がずっと裏で待機っていうのはさすがに様にならないだろうあ。ありがとう。でもヒーローさんのおかげでコンピューターがすごい地道な作業をしてくれて、それでゲームが成り立ってるんだってよくわかったよ。そういった地道な努力こそ何に対しても必要不可欠なものなんです。 これからもそうした努力を大切になさってくださいまたゴードンさんのおたふくは豪勢ですねまあ単身で城に乗り込むにはそれなりに財力もないとなでも一番大事なのはそれを生かす知恵ださっき見たく固有ベクトルを求めるのに a ダ e の逆行列をかけられないかといって a=λ、e、が成立もしない こういう状況でこそ知恵が必要なんだ。例えば、a- ラムダ e の逆行列をかけられないってことから何かヒントが得られないか ?a- ラムダ e の逆行列をかけられない。かけられないというよりは、逆行列がないとすれば、a- ラムダ e の行列式が0って式が出てくるんだ。 そうだそうやって正面衝突だけが方法じゃないんだ。じゃあ、さっきヒーローが具体例に出してくれた行列を使うと、どんな行列式ができるえーっと、A がこの場合は、A- ラムダンの行列式イコールゼロっていうのはこういう風うに書いて、で、これを×印に計算すると、ラムダに関する二次方程式ができるから、 これを因数分解して解くとラムダは3とマイナス1になるんですねそうこの2つのラムダの値こそ固有値になるんだあとは固有ベクトルを求めるためにはこの固有値をそれぞれ元の式に戻してやればいいんだえっと固有ベクトルが欲しいんだからまずは x1 と x2 の成分に分けて書いて a ラムダ e をかけてイコール0の式を作る。それで、ダイコール3の場合を考えると、こういう行列の式ができるから、2つの変数に2つの式が、あれ ?2 つの式が上下ともに同じになっちゃいました。これじゃあ、固有ベクトルの成分がわからないですよね。いや、それでいいんだ。 固有ベクトルっていうのは、写像の軸を決めるベクトルだから、その軸の方向、平面で言うと、縦と横の比率さえ分かればいいってことになる。つまり、この場合だと、11でも、22でも、33でも向きは同じだし、マイナス1、マイナス1でも、軸の向きという意味では同じになるんだ。 なるほど。じゃあ、ラムダイコールマイナス1の時も計算をして、こんな感じになればいいっていうことですよね。そう。固有ベクトルの答えは、任意の実数 C を用いて、こんな風に書くんだ。ああ、一番わかりやすいベクトルの C 倍ってことですね。そして、この写像を正方形の面に当てはめたと考えると、こんな変形をさせているように見えるんだ。 面に注目せず、それぞれのベクトルに注目すると、こんな動きをさせていることになる。ああ、なんかねじれてますね。似たような行列で、片方がラムナイコール1になる行列なら、こんな感じになるぞ。ええー、面は同じ形なのに、ベクトルは違う動きなんだ。こんな風に固有値と固有ベクトルっていうのは、写像の個性を決めるんだ。 だが、これだけで終わるのが固有値固有ベクトルじゃない。なんと、面倒な計算を一瞬で片付けるほどのパワーを秘めているんだ。それが、写像 A の P 乗計算だ。P 乗って、まさか、あんなに面倒な行列の掛け算を何回も繰り返すってことですか 確かに、そのまま A を P 乗したら、計算は大変なことになる。だが、すでに分かっている固有値と固有ベクトルを、AX イコールラムダ X という式に当てはめれば、別の A イコールの式が生まれるんだ。まずは、さっきの行列を使って、AX イコールラムダ X の式を書いてみてくれ。固有ベクトルは一番わかりやすいやつを選んでくれればいい。 うーん、こんな感じで2つの式ができますねそうその2つの式をまとめて表すとこう書けるんだここで自分の欲しいものを思い出してくれ欲しいものっていえば a の p 乗をするんだから a イコールの別の形ですよねそうそのためには a の横にある固有ベクトルの行列が邪魔だと思わないか そうか。だから、この固有ベクトルでできた行列の逆行列を両辺に右側からかけてやるんだ。そう。知恵が生きてきたな。そうするとこんな式ができる。これをかけまくっていくとどうなると思う右辺の式を右からどんどんかけていくと固有ベクトルでできた行列とその逆行列がずっと打ち消し合っていって、しかも、 ラムダが入っている真ん中の行列は対角行列だからすごく簡単な式になるんだそう結局 A の P 乗は一般にこんな式で表されるんだ逆行列で行列を相殺したり対角行列をうまく使ったりまるでゲームみたいですね どうかしらこれで逆行列や対角行列を上手に使った線形代数の美しさまで理解できたんじゃないかしらそして、写像の存在、固有値、固有ベクトルがいかに役立つかが分かっていただけたはずです。はい。皆さんのおかげで線形代数に対するイメージがだいぶ変わりました。さて、これでレッスンは終わりだ。 そそろそろ自分の世界に戻るんだはいみなさんありがとうございました僕もこのゲームの世界をみんなに楽しんでもらえるように頑張りたいと思いますあれ夢そっかゲームの世界に入るなんてありえないもんねでもゲームのためにも頑張って線形代数のテストをクリアしようかな いやー、今更ですけど、自分がゲームの中のキャラクターだってよく受け止められますね。この世界には不思議な出来事が時々起こるんです。そうしたことを見るたびに、ここは誰かが作った世界なんだって考える方が自然だったわけです。あ、そっか。小さいエラーとか普通にあるもんね。まさか、この世界も。<music>